私のチャンネルへようこそ JBN ワンビュー。堂本剛もびっくり。近畿キズが結成された時、ジャニーズにはサード堂本がありました。突如としてジャニーズ事務所に3人の堂本が集結。30年前に起きた奇跡的な偶然を振り返ったのは、今年でデビュー25周年を迎えた近畿キズ堂本剛と堂本光一の2人である。1991年、二人が12歳だった頃、それぞれの姉が送った履歴書をきっかけにジャニーズ事務所入りを決意。同じ名字ということで、当時から常に二人一組で行動すると、2年後に近畿キズとしての活動がスタートした。ウェブメディア、名字由来ネットによれば、堂本の名字は全国順位が2854位、その人数は約4700人とのことで、比較的珍しい名字と言えます。これが、縁もゆかりもない兵庫県出身の光一と奈良県出身の郷によって偶然に一致するという現象だけでも驚きですが、そこに3人目の堂本までも登場するミラクルが勃発。この事実は初耳だったという人も多く、ネットには担当さんまで堂本なんて知らなかった。担当の方も堂本さんだったの？それは知らなかったです。自分の今までの人生で堂本さんってまだお会いしたことない。堂本さん人すごう。担当も堂本さんで、世にも奇妙な物語みたい。もう運命だ、などと驚く反応が寄せられています。ジャニーズでは初の堂としてデビューしただけでなく、関西ジャニーズの草分け的存在でもあった近畿キズ。初めて尽くしの二人だが、結成当時に集結した三人目の堂本の存在こそ、最も奇跡的な出来事だったと言えそうだ。7月2日放送の、近畿キズのブンブルーンに、二人の大ファンである俳優の翔智良がゲスト出演し、近畿キズはそもそも名字が同じで、ドラマみたいなもの、と指摘した。郷は、これは本当にみんながいい意味で忘れていることなんですけど、堂本という名字が同じというのはすごいことなんです、と振り返った。あまりの偶然に、郷は最初、私も本当に疑ったと言っていた。この人は堂本ではないな、と。光一は、それくらい、僕の周りには堂本という人がいなかったんです、と告白した。郷も、光一の名字について事務所に確認したことを振り返った。本当に堂本なのか、と思って事務所に行ったんです。事務所に行って、担当の堂本ですと言ったんです。担当者も堂本でした。彼は、堂本さんですか？私は、はい、堂本です、と答えました。それは怖いですね。この現象について郷は、だからなんだかわからないけど、そういうことなんだろうな、とコメントした。それが最初の驚きでした。まる私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために、私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。